夢ラジオ第3795回、今日は令和4年6月22日水曜日です。時刻は正午、お昼ですね。水曜日のお昼、空は雲が出ていて紫外線が強い。まだ明けての放送です。いかにも梅雨の頃、そんな風景広がりました。雨は降っていません。ものすごく湿度が高いですね。さて、夢ラジオ3795回目、今回は1972年富士山大量遭難事故、こんなタイトルでお話しします。1972年富士山大量遭難事故。丹沢の向こうにいつも優美な頂を見せる富士。本当は大磯の方に行けばもう丹沢が遮らずに富士がドーンと見えますね。静岡で見る富士、神奈川で見る富士、私は神奈川県民だからか、神奈川沖で見る富士が一番綺麗な気がするんですが、どうでしょうか。けれど実は富士山、夏の登山シーズンには多くの人が詰めかけますが、やっぱり日本最高峰でだけあって実は遭難事故が多いんですよ。で、中でもこの1972年、ちょうど今から50年前ですが、この時の3月に起きた事故は24名の犠牲者が出るという、実は山岳事故では八甲田山雪中行軍をのけて、八甲田山雪中行軍をのけたら実は一番大きな遭難事故が50年前の富士で起きているんですよ。3月です。そのお話をしましょう。山のお話です。3月19日が日曜日で、翌3月20日が月曜日が春分の日でお休みですから、この2日は連休で、で当時は昭和の頃で、土曜日にお仕事があった、そんな頃ですから3連休とはならなかった。でもまあ2連休そして3月と、この時にはね、富士に55人の登山客がいたんですよ。登山客じゃないね、登山者がいたんですよ。単独校もいればグループもいて、グループは7グループありました。その55名いて24名帰らぬ人となったということで、大惨事なんですね。で、ちょうど春一番が吹く頃で、この時春一番が吹いたんですよ。で、春一番ってことは気温が上昇していて、富士の気温も例年よりもう10度ほど高かったんですが、ただし風がビュービュー吹いていて、そして富士の周りには高い山も他になく、もろに風が当たるということで、たとえ気温が上昇していてもその風が強いと、その分体から熱を奪っていくということで、体感温度はマイナスの30度ぐらいになったっていうんだから、もう山は恐ろしいんですね。しかも3月、そして春一番みたいな言い方をしていますが、富士ではまだ
冬山です。雪がどんどん積もってるんです。ですからね、この時期に山に入ってた人たちはみんなまあベテランが多かったんですよ。だからそのベテランの者たちが事故を起こしたっていう、そういう遭難でもあります。大きなパーティーとしては静岡の山岳会、そして清水の山岳会で、静岡の山岳会は9名で、清水の山岳会は18名だから、この2つのパーティー合わせただけでも27名いるわけですね。で、他にも京都の山岳会とか日産車体の山岳会とか、まあ、単独校も含めていろいろいました。で、この静岡の山岳会は海外の山も踏破した経験のある、そういう人たちの集まり で、今回も海外の山の登山に向けて富士山で訓練しようという、そういう登山だったんですよ。この静岡山岳会5合目あたりで雪中訓練して、そして19日日曜日の、そしてそこでテントを張って、まあ、休むことにしたんですが、さっきお話したように風がビュービュー、そして雨が降ってきて、でまだ3月ですからみぞれになり、それがテントの中にも寝袋の中にも染み込んできてという感じで、もうこの19日の夜は寝れなかったようですね。だってテントの中びしゃびしゃで、寝袋もびしゃびしゃで、どうやって寝るんですか。で、凍える夜を過ごして、この静岡山岳会の9名、そして翌20日ですね、春分の日で、この日はもう午前3時に出発したんです。まだ訓練継続しようかという意見もあったっていうんだから、もう判断力どうなってんのかなと思いますが、さすがに下山しようと。で、もう早く下山した方がいい、だからみんな眠れもしないし、前日の雪上訓練で疲労が溜まっていて、それが取れず、朝ごはんも抜きにして下山に取り掛かった午前3時だから真っ暗ですよね。だから早く降りたかったんでしょう。で、そうしてるうちにも辺りは霧で、それで強風、そしてみぞれか雪ですから、決して初心者ではないパーティーだったのに、静岡山岳会、この午前3時に出発したお腹腹ペコでフラフラで、だから歩き始めて20分ほどで一人が倒れたんですね。もう低体温症ですよ。そしてパーティーで移動することの怖さはね、誰か一人が倒れた時にその人を見捨てられないっていうことなんです。今回もその人をみんなでなんていうか助けながら降りてたんですけど、ただでさえ自分一人でも精一杯なのに、そんな人を助けたりしていたら、もう余計速度と下山の速度と、そして疲労が溜まっていき、やがて6名どんどん倒れていった。やっぱ一人倒れたらね、気持ち張り詰めていたのが切れるんですよ。で、さっき言ったその人を助けなきゃいけない負担も加わる。7名倒れた。もうどうしようもないということで、まだ元気のあった2名が、早く下山しないとということで、下山した。
この2人は最終的に下山できたようです。そして麓に行って御殿場所で緊急事態です、遭難お願いします、遭難救助お願いします、何十人か登山者が入ってるってことは麓でも把握していたので、遭難したということですぐに地元警察とか、あるいは自衛隊で、地元山岳会が動き始めました。けど結局この9名のパーティーで助かったのはさっきの2名だけ。だってこれがその20日月曜日春分の日の朝の話ですけど、もう霧もかかってるし風も強い雪も降ってるということで、その場所に到達できるのは何時間も後ですよね。もう低体温症にかかったら1時間持たないんですよ、人間の体なんて。もう一つ、18人の大所帯でこの富士に挑んでいた清水山岳会で、この清水山岳会は7名と11名のグループに分けて、7名は登頂、つまりもう7合目8合目まで行ってたんですよ。そしてこの7名は本当にすごい登山者で、そこまでの技量がないという人が低いところ5合目あたりでやっぱり雪上訓練していたわけですね。で、事情はさっきの静岡山岳会と同じ。19日から20日にかけて凍える夜、そして山小屋に行こうとしたんですが、この11人は。で、山小屋に行ってももう吹きさらしで小屋の役割果たしてくれてない。だからずっとここに留まってるともう低体温症になると。だから下山した方がいい。で、さっきまで天気が荒れていたのにちょっと収まってきたんですよね。よし今だということで下山したんですが、これが裏目に出ました。で、小屋にはもう一人単独行の方がいたので合わせて12名で下山したんですけど、途中でどんどん倒れていって、そして5名、7名が倒れていった、残り5名、そしてその5名のうちの2人が霧で道にはぐれてしまった、残り3名。そしてその残り3名でなんとか救助のために元まで行こうと思ってるんですが、2号5尺あたりで今度は春だから雪崩が起きやすい、雪が溶けかけて雪崩が起きやすい、その雪崩に巻き込まれてこの残った3名が、1名だけやっと雪の中から這い出た。つまり単独行の人も入れて12名だったんですけど、1名だけやっと這い出て、そして麓に着いた。救助要請。この12名は1名以外は全員犠牲となりました。と、この清水の山岳会、そしてさっきの静岡の山岳会、他にも単独行の方が、行方不明者も入れて24名、帰らぬ人となりました。強行下山した、これが原因ですね。強行下山した。逆に助かった人たち、あるいは助かったパーティーは富士山の山頂近くにいたものも含め、
動かなかったんですよ、小屋かテントかで。確かにこのままじっとしていたらもうやられるっていう判断もわかるんですが、闇雲に出発すると、今回みたいな山の経験がある人でも大惨事になる。記録映像が残っていますけど、まあ当時のことですから、その遭難した人を何かにくるんで、そして簡易のソリみたいなのに乗せて運んでる白黒の映像。山は怖いんですよね。イメラジオ第3795回、今回は1972年富士山大量遭難事故、水曜日です。